そうですね。あの大滝栄一ってアルバムと、えー、ナイアガラムーンですね。もっと言うとやっぱりハッピーエンドの大滝栄一さんにすごい衝撃を受けましたね。うんうん、ロングバケーションが出てから発売されたすぐ買いましたし、次のイーストタイムが出た出るまでっていうか、もっと言うとナイアガラトライアングルツーが出るまではまあ。うん すごく聞きましたけどね英面の3曲頭の3曲ばっかりですけど <laughs>、はい、本当に久しぶりに通して聴いてとにかくリズムも正確だしあの楽器のピッチも完璧だし大滝さんのボーカルもね ピッチがちょっとこう揺れるとこまで完璧に計算されてるような感じですごいレコードだなと思いましたけどね、うん、とにかくね「ベルベットモーテルっていう曲と「カナリア諸島にて」っていう曲がもう大好きだったんですよその2曲うん「ロングバケーション」っていったらその2曲だなっていうぐらい好きだった曲で。 今日もだからやっぱり一番楽しみにしてたのはベルベット・モーテルでベルベット・モーテルのあのハープシュコードと12弦ギターのサウンドあのあのシャリシャリ感をね楽しみたいっていうのが今日見事に満足させてもらいましたけども。う 大学1年っていうことはさあのちょうど僕「スイートソーン」のレコードがすごい集めてた頃でなんかやっぱり黒人音楽のレコードを集めてる時期だったんですね。だからその頃あんまりそういうことを意識したことなかったけどやっぱり黒人音楽ってまあ今ほど 今ほどっていうか、90年代以降ほどではないけどロックとかと比べると少し重心が低いじゃないですかあの低音が充実してるっていうかなんかそういうレコードの方がよく聞いた時代にあってどっちかっていうとなんかこうロングバケーションってシャキーンとした音っていうかね自分の買い集めたレコードの中ではシャキーンとこう。 高音中高音に特徴があるサウンドというかねあの輝きのある音だったんですけど今日聴いたらやっぱり下のスピーカー3つがあるせいもあってこう割とこう下から上までちゃんと自由捨てる。 豊かな。豊かなレコードだなって思いましたね。あ、やっぱお金かかってるレコードだなって思いましたね。うん、すごい変わったもの。が来るのかなと思ったんですけど。割とこう。まあ、音楽的っていうか。あの。そんなに、その。トリッキーなものではないっていうかね。あの。非常にこう。 マットな王道なオーソドックスなものを踏まえつつ、でもちょっとこうハッとする瞬間の多いっていう感じのものでしたね。うん。君は天然色とかって今日一曲目で聞いたっていうせいもあるんですけど。 昔持ってた印象よりずっとボーカルちっちゃかったですね <laughs> ああこんなちっちゃいんだみたいな。ベルベットモーテルとかはねあの少し桶、OK、が薄い部分があるんでその分こうちょっと手前にボーカルが聞こえたりしたんですけどやっぱ「り君は天然色」とか意外なほど歌が小さめで。 で、キックとスネアが結構でかくて驚きましたなんか、すごい余裕があるレコーディングだったらきっとなんかもっと全,全ての曲でスネアの音とか一つの感じに揃えたんじゃないかなとか思ったんですけどやっぱり歌のうまさに驚き。 同時にそのなんていうのかな大滝さんってこう、いつも冗談ばっかり言ってるようなねイメージセリフイメージを作り上げてましたけどねでもなんかうんこのセッションのんか緊張感っていうかねテンションピリピリしたテンションみたいのなのがかやっぱりそのいつも 冗談を言ってる大滝さんとは違う、なんか。自覚を感じたっていうかね。もうなんか、勝負かけたり、レコードっていう感じは。しましたね。これはすごい技術だと思いますけどね。だから。言い換えるならば。今日本当に大滝詠一さんの。ロングバケーション。 聞かせてもらって、すごい良かったんですけど、あのー。もうみんなが知ってるつもりになってる音楽を。このシステムで聞くことの方、ことこそ。素晴らしいんじゃないかと思うんですよね。あ。そう、なんでもいい。うん。ジムヘンドリックスの英語とかさ。なんかもう、もうある程度みんなイメージが。 頭の中にあるものこそこれで聞いたら「えっ?」ていうような驚きがあるような気がするし、うん、例えばヒップホップとかもそうだったけどさあの昔からもうずっとそこにあったものっていうのがある時突然使い方を変えたりとかあるいは何気ない一言の批評とかでガラッと価値観が変わるじゃないですか。 なんかそういうのに近いんじゃないかと思うんですよそうだからある意味このシステムは古い音楽に対するこう全く新しい批評になるかもしれないって思うんですよだからこ,このシステムを通して弾き方がガーンと変わったりとかさせることができると思うんですよ今日ちょっと思ったのはやっぱり ある,あ,るある部分こう恋するカレンのコーラスの壁じゃないけど大滝栄一さんのファンが抱いている大滝栄一サウンドみたいなものをより鮮やかに再現するっていうような方向できっと使われてたような気がするんですよある部分。でも全然違うえっていうような。 とかそのつけることもできるんじゃないかなって思ったんですよね。うん